どうもこんにちは、高博です。今回は2024年1月1日に東京ディズニーシーに行ってきた時の動画になります。毎年お正月はシーに行って桜でお雑煮を食べたりニューイヤーグリーティングを見ているので、今年も例年通り正月ディズニーを満喫してきました。ぜひこの動画でお正月のディズニーの様子を見て楽しんでいただけたら幸いです。今回もよかったら最後まで見ていってください。それでは今日はまずはお正月限定のハーバーグリーティング、ニューイヤーズグリーティングを見に行きたいので、ミッキー広場に場所を取りに行きたいと思います。東京ディズニーシーからのお知らせです。今回のニューイヤーズグリーティングは強風のため中止させていただきます。どうぞご了承ください。 May we have your attention please?それではアメリカンウォーターフロントの方まで移動したいと思います。ちなみに先ほどのニューイヤーズグリーティングはまたお昼過ぎにもあるので、その時に見ることができればいいなと思います。ではウォーターフロントパークの方まで行ってキャラクターがいないか見てこようと思います。それではお昼ご飯を食べに行きたいと思います。やってきたのはもちろんレストランさくらです。こちらでいただくのはスペシャルセット3800円なのですが、プラス700円で味噌汁を雑煮碗に変えることが可能なので、こちらに変更しました。まず最初に到着したのは季節の前菜です。桜の前菜はもう本当に好きなので、今回も楽しみにしていました。こちらはタケノコとエビとサーモンの味噌和えとのことで、さっぱりとした前菜でとても美味しかったです。プリプリのエビとサーモンにコリッとしたタケノコも相まって食感も楽しい前菜でした。味噌を使ったカルパッチョのような感じで、まさに和と洋が融合したメニューでした。散らしてある細いものはそうめんを揚げたものらしいです。こちらのサクサクした食感もとても良かったです。そしてメインのセットが運ばれてきました。一つずつ食べて紹介させていただきます。まずはこの和牛の蒸し小鍋をいただいてみます。ごまだれがついていたのですが、一度つけずに食べてみます。そしてもちろん白ご飯もついていました。実際にそのまま食べてみたのですが、お肉自体がとても美味しいのでそのままでも食べられます。ただ味付けは特にないので、やはりごまだれをかけて食べた方が美味しいかなと思います。このごまだれをかけて食べてみたところ、ものすごく美味しかったです。お肉は旨味たっぷりで柔らかくて、かつごまだれもすごく美味しいです。なんというか、いつも自分が家で使ってる市販のごまだれよりも、ごまの風味が豊かで高級感がある感じがしました。正直、自分は美味しい上質なお肉にごまだれをかけるっていうのがなんとなく抵抗があるのですが、このごまだれは絶対にかけて食べた方がいいと思いました。そしてこちらは銀だらの煮付けです。これも本当にとても美味しかったです。ふわふわの銀だらに甘辛い煮付けでご飯がとても進みます。そしてこちらはタコと里芋とかぼちゃの揚げ出し、これもとても美味しかったです。出汁がたっぷりと染み込んだ里芋とかぼちゃは文句なく美味しいのと、特にこのイイダコがプリプリで食感も相まってとても美味しかったです。そしてこっちはお正月らしさもある祝い魚です。このミッキー型のものが栗きんとんなのですが、まあ、これがちょっとパサついている感じがありましたが、ミッキー型なのが嬉しかったです。そしてこちらがエビのしば煮や黒豆、小餅昆布がありました。もう本当におせちに入っているような祝い魚で、シンプルに美味しかったです。
そして今回のセットのメインといってもいい毎年恒例の雑煮碗になります。こちらが先ほどお伝えしたようにプラス700円でお味噌汁を雑煮碗に変えることができました。まあ、なので今回だと3800円にプラス700円で結果的に4500円のセットとなります。昨年よりも少し豪華になったお雑煮はお麩や人参、大根、エビ、つみれ、お餅が入っていて割と具沢山で優しい味わいでとても美味しかったです。雑煮碗は1月8日までの提供でお正月の時期限定なのでこの時期に行かれる方はぜひ食べに行ってみてください。ディズニーシーではこのレストランさくらのみでの提供となります。では先ほど入園直後は混雑していた入り口近辺の門松を今年も見たいと思います。門松など入り口付近の季節ごとのデコレーションは開園直後や午前中は割と混雑しているのですがお昼過ぎとかになると割と落ち着いているので時間を空けてから行くことをお勧めします。それでは今日はもう一つ食べたいパークフードがあったので食べに行きたいと思います。ザンビーニブラザーズリストランテにやってきました。こちらでいただくのは抹茶ゼリー&黒ごまムース550円です。プラス550円でスーベニアカップをつけました。実際に食べてみてとても美味しかったです。上の層は黒ごまのムースで思っていた以上にごまの風味が口の中で広がってとても香り豊かでした。抹茶ゼリーは結構甘めで苦味はそこまで感じないタイプの抹茶でした。まあ、そして相変わらずベリーソースが添えてあったのですが今回もすいません、ベリーソースはなくてもいいかなと自分は思いました。上に乗っているミッキーのチョコレートはとても可愛かったです。お正月らしい和菓子のようなデザートはなかなか貴重なのでぜひ行かれた際は食べてみてください。ちなみにこちらのメニューは他の店舗でも販売されているのとディズニーランドの方でも購入が可能です。また店舗によって販売期間が異なるのですが最長でも1月22日までの販売とまあまあ短いのでこの時までにパークへ行かれる方は記念にカップ付きで購入するのもいいかなと思います。それではこちらのリドアイルでニューイヤーズグリーティングを見たいと思います。新年明けましておめでとうございます。輝かしい年の始まり、皆様にたくさんの笑顔と幸せが訪れますよう願いを込めて。Welcome everyone! A new beginning and the start of something special!Yeah!
願いも叶うんじゃないかしら。最高のお正月になったよ。みんな今年も一緒に楽しもうぜ。そうだね、楽しいことがこれからもいっぱいあってるはずだよ。それでは今年もどうぞよろしくお願いします。さあみんなで素晴らしい一年にしよう。ニューイヤーズグリーティング、今年から新しい曲にもなっていてとても良かったです。一応フルバージョンはサブチャンネルの方でアップしているので、よかったらそちらも見てみてください。それでは今度は実際にミッキーさんに会いに行って新年の挨拶をしてこようと思います。ロストリバーデルタにやってきました。ではまたアメリカンウォーターフロントに戻りたいと思います。ビッグバンドビートを見にブロードウェイミュージックシアターに向かいます。もちろん抽選は外れているので2階の自由席を確保したいと思います。ビッグバンドビート、とても良かったです。では買いたいグッズがあるので少し移動したいと思います。タワーオブテラーのアトラクション出口にあるタワーオブテラーメモラビリアにやってきました。ということで、元日の東京ディズニーシーでのんびりと遊んできました。ひとまずミッキーに新年のご挨拶ができたのと、その他やりたいと思っていたことがすべてできてよかったです。今年はまずは間もなく新イベント、ディズニーパルパルーザがスタートするので、こちらを存分に楽しみたいと思います。そしてその後は40周年グランドフィナーレ、さらにはファンタジースプリングスオープンと、新たなイベントも待ち受けているので、本当に楽しみです。ぜひコメントで今年のディズニーで皆さんがやりたいことなど教えてください。たくさんコメントお待ちしております。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram、サブチャンネルもやっているので、こちらもぜひ概要欄からチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今年もよろしくお願いします。